謎の陶芸品、質問に珍回答。ファンが思わず突っ込む元キンプリ平野の仕様のインスタが爆発的人気に。こんにちは、皆さん。最近、SNS の世界では一つの謎がファンの間で話題になっています。それは、元キング、リンチェのメンバーである平野仕様のインスタグラム、インスタグラムアカウント爆発的な人気を集めているということです,です 何がそんなに特別なのか一緒に探ってみましょう。8月24日、平野志洋が自身のインスタグラムに投稿したのは、小生前の陶芸作品3点でした。そのうち2点は典型的な陶芸作品のようなツボですが、残る1点は言葉で表現するのが難しいほどユニークで、形の崩れ方が個性的でした。この投稿に対して、 フォロワーたちからは様々な反応が寄せられました。一部の人はそれをダンベルに見立て、ダンベルじゃないですかとコメント。別の人はコップや花瓶には見えないと指摘し、どう見てもコップじゃないし花瓶でもない、とコメントしました。一方で一番左の陶芸品に対しては一番左はおちょこで使えるかも。キャンドル立てでもいけそう。 とユニークな使い道を提案するコメントもありました。さらに、ヒラ仕様の陶芸品を購入したいというファンも現れ、コメント欄は陶芸に関するユニークなアイデアや愛情が溢れていました。しかし、ヒラ仕様の魅力は陶芸品だけに止まりません。 彼はジャニーズ事務所からの移籍後、滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、に合流し、インスタグラムアカウントを開設しました。そして、8月14日に初めてインスタライブを行った際には、開始直後から約36番人が視聴するという大成功を収めました。芸能ライターによれば、 平野さんがインスタにちょっとした写真をアップしただけで2万を超えるコメントが飛び交います。今のところ平野さんの活動らしいものといえばインスタぐらいということもあり、ファンはそこに注目するしかないのでしょうが、それでもコメント数は芸能人の中でも群を抜いて多いです、とのことです。その秘密は平野のインスタの使い方にあるようです。 最初はインスタの使い方に戸惑っていたヒラの仕様も、7月になるとストーリーズの質問機能を積極的に使うようになり、忙しい合間を縫ってファンとの交流を楽しんでいます。その内容もユニークで、ファンからの質問に対してヒラの仕様は独自の回答を提供しています。例えば、パーマ女子は好きですかという質問にはパンチパーマと、返答。 また、今どの方向を向いてるには、宇宙と答えファンを驚かせました。さらに、ファンからの、後ろ、見て見て、というリクエストには仰向けだけど、というユニークな回答が返ってきたそうです。こうした平野節がファンのツボにはまっており、女性だけでなく、男性のファンも確実に増えているようです。ファンとの距離の近さ、ユニークな回答。 そして彼の個性的な陶芸品が、平野仕用のインスタグラム人気の秘密と言えるでしょう。この先、平野仕用の活動が本格化すれば、ジャニーズ時代以上にファンを楽しませてくれることでしょう。彼のインスタグラムは、謎めた陶芸品と楽しいコミュニケーションの場として、ますます多くの人々を魅了し続けることでしょう。結論。平野仕用のインスタグラムは、 彼の個性的な陶芸作品とユニークなコミュニケーションスタイルによって爆発的な人気を集めています。ファンからの質問に対する独特の回答やファンとの距離の近さが彼の魅力をさらに引き立てています。今後の活動が本格化すれば、平野仕様はファンを楽しませることでしょう。ジャニーズ時代以上に多くの人々を魅了し続けることでしょう。 彼のインスタグラムを通じてファンとの交流がますます盛り上がることでしょう。